絶対にもうすごい細かいところまで気をつけようっていうか、妥協しないようにしようと思って、まあ練習は、ね、時間があるから細かいところまでやりたい、やっておく方が自分の言い訳が一つ逆に減ることにもつながるし、日本選手権で、まあ、羽生選手を上回る結果を出して、まあ、素直に嬉しいという気持ちがあるとその時言われてましたけれども、まあ、その全日本で上に行った事実っていうのは今の宇野選手にとってはこうなんか新しいものとか、 なんか気持ち的なものをなんかもたらされてきたりしますか？そうですね、なんか、まあ、僕はもう、まあ、言い方があれですけど格下だと思ったんですよ。そのゆずくんからして僕は格下だと思ってて、もう偶然いろんな運がいいっていうか、まあ練習もあってそのいろんな偶然が重なり合った結果僕の方が全日本では順位が上になれましたけど、そのでもなんか一度でもいいからその羽生選手に勝ってみたいっていう思う気持ちがやはりいや無理だろうなって思いながらもそういうのをモチベーションに頑張ってとかそう思い頑張りたいなって思ってやっていたんですけど、もう僕はもう大満足で、その自分のちゃんと練習してきた結果どんな偶然が重なり合ったとしても今年いろんなことを乗り越えた上で僕の演技をしたからこそああいう結果に結びついたとも思っているんで、本当にこんなこと言ったら、まあ、怒る人もいるかもしれませんけど僕は本当にそう思っていて、だからこそ去年から羽生選手のことを特別意識しないように僕はしていたんですけど、やっと本当に全選手を同じように見ることができた上で自分も試合に臨めるかなとは思ってます。やっぱりネイサン選手とか他のトップスケーターとかもなんか勝ってみたいよくて、もちろんなんか負けたくないから頑張って練習して自分の方が上手くなりたいっていう気持ちはある中で、なんか特別勝ってみたいって思ったことはなくて、自分の演技ができて負けたら仕方ないとかすごい思っていたんですけど、やはり羽生選手だけはちょっと他の選手とは特別違う気持ちもあったので、まあ、そういった気持ちがなく全選手に同じ気持ちを持って試合にこれから臨めるかなと思ってますとか、そう思いました。全日本終わってからスケートを最後まで引退するまで楽しむっていうのが今の目標で、でもやっぱりそれとは別項目に羽生選手一度でもいいから勝ってみたいっていう、もう100回負けてもいいから一度でいいから勝ってみたいっていう気持ちがあったんで、まあ、そこはもう思い残すことがないというか、なんかどんな言葉を選んでもちょっとあれですけど、まあ世界選手権、まあ、今までよりもいろいろな思いをしてきた大会だと思いますけれども、まあ、楽しむっていうのがこう一番難しい大会でもあるのかなという気もどっかにあって、そこに関してはどういう今普通に臨めそうですかね。いやでもその大きい試合になればなるほどやっぱり楽しむことも難しい、絶対緊張するんで、それを無理やり楽しもうとは思ってないんですけど、ただ辛い試合にはしたくないなと思って、
どれだけ緊張して体が動かなくてもそれを笑いに変えれるような精神状態で試合に臨みたいと思っていますし、まあ、世界選手権本当にここ数年というか2年かあんまり確か2回とも涙で終わってるのかな。そうですね、確か泣いてたと思います。去年も泣いてたし、一昨年も怪我で泣いてたし、そうですね、涙で終わりたくないですね。まあ、ですね、ちゃんと失敗を引きずらない、最後まで諦めない演技をしたいです。で、世界的なこのコロナウイルス、だからどういう開催になるのか、まあもちろん決まってもないですし、やるやらないの話もあるのか、それとも無観客とか、まあ、フィギュアで無観客って本当に大変だと思う。まあそうですね、そのまあすごく難しい問題だとは思うんですけど、まあ、僕たち選手はその本当に選手がその意見する立場では僕はないのかなと思っていて、本当に決められたことに従って、で変わらないところは自分のベストを尽くすっていうところには絶対にどんな状況かにおいても変わらないことだなと僕は思っているので、そのまあ僕たちが知ってる以上に大変なことだと思いますし、経験していないのでその大変さが分かるよと全体言うこともできないんですけど、僕たちができることっていうのはやはり世界選手権に向けてちゃんといい練習をして世界選手権でベストな演技をする、それがどんな状況下でもっていうのが僕たちの唯一できることなのかなと思います。これは僕の英語ですけど、グランプリシリーズのフランス大会の時にこう、ね、こうまた前に押してくれた観客、歓声、まあ、それのこう、まあ、恩返しって言ったらあれですけど、なんかこう、ね、演技で返せたらこのシーズン良かったなって言えるんだろうなとちょっと想像したんですけど、そうですね、その、まあ、あの試合終わった時からずっと思っていることなんですけど、いい演技をしてそのあの時本当に歓声、自分の演技に涙したんじゃなくて歓声に初めて涙して、その恩返しっていうところで僕はいい演技をすることが恩返しだと思っ、というよりも僕が笑顔で楽しんでスケートをしているんだよっていうところ、ああいう演技してもちゃんと立ち上がってその再びこうやって皆さんの前で楽しくスケートすることが皆さんのおかげでできましたっていうのを見せることが一番のファン、僕の応援してくれるファンの皆さんへのなんてメッセージになるのかなと、一番嬉しいことなのかなと、僕もゲームで応援してる人とかいたらそのやっぱりいい結果を出してほしいというよりもその人が喜んでいるところを見たいとか思うので、まあ、僕もそういったところを見せられたらなって思ってます。でそこに至るまでのベストを尽くしてるっていう前提があるわけです。もちろんその練習せずにいい演技しても誰も感動しないですし、いやすごいねで終わるんですよね。僕はちゃんと練習した上でいい演技してで、それで皆さんで喜びたいですし、たとえいい演技できなくてもここまで練習してきたからここで踏みとどまったよって、本当に全日本のフリーなんかそんな感じだと思うので、まあ、全然良くない演技だったんですよ。練習からしても全然もっとできたなっていう演技でしたけど、すごい終わった後に達成感だったりとか嬉しさもあったので、そんな存在になれたらなと。ありがとうございます。